カーボンドライジャパン、インキキおじさん、今夜もつぶやいちゃいます。今日やったのはタイムの名作 RXRS アルティメイトの、まあ、ちょっと前のモデルで、7970の時代の DI2 がついているんですよ。だからバッテリーは外側についてるし、なんていうんですか、ジャンクションも外にしかつかないんですよね。でとりあえずこれ今はヘッドパーツをばらしてます。同時にね、オーバーホールも兼ねているんで、ここら辺きれいにしたいなと思って、ほらほらこんなに何年も経っちゃうね、こういうふうにいろんな汚れがね溜まっていくわけですよ。これからつけるのは9150なんで、この電波を発信するものもつけます。でまあ、外側につけるのかっちょ悪いんで、ダウンチューブの中に仕込むんですけれども、こういうとこがね絶対に外れたくないわけよ。何かトラブルがあった時に、あそこ外れちゃったんじゃないかなって、見えないところが外れるともう大変なんですよね。なもんでこうやってタイラップをちょっと工夫してます、私は常に。そしてこの防音装置もね、ここにこう入れてやるわけだ。カチャカチャ言ったらさ、つまりこのモデルに関しては BB に開けた、デビル加工で BB の中に穴開けたんだけど、その穴はちっちゃいんで、ヘッドパーツ側からね入れていくわけなんで、ここら辺に不確実要素があると、後からもしも動かないなんてトラブルがあった時に、ヘッドパーツ外さなきゃチェックできないとなると困っちゃうんで、まあもうこれね、ほらいくら引っ張っても絶対抜けない感じで、フォーク抜いて分かったんだけど、そのこのモデルのヘッドチューブからダウンチューブに向かっての穴ってね、あんまり大きくないの。だからこうやって防音材も切ってちっちゃくしました。でフォークを抜いている状態のヘッドチューブのとこから、ダウンチューブに向かって、このジャグワイヤーの引っ張るやつでね、こうやって入れていくわけですね。で、ここがさっきのやつね、つなぎ目のところね、この穴がね、ちょっと ちっちゃいのよ、でっかい穴じゃないんですね。でもなんとかさっきのものは無加工でね、もともと穴開いてるから通りましたね。で BB のダウンチューブ側には私がデビル改造で開けた穴があるんで、まあジャンクションとかも通るように四角い穴を開けてあるんですね。ね、こういう風にこう引っ張っていくと、ここからほら「こんにちは」って出てくるわけよ。まあ、これ BB シェルね、このアルティメイトね、本来は開いてないですからね、ちっちゃい穴が開いてるだけ。で真下には昔ながらの外付けジャンクションがつくような、なんだエビナットがついているんで、そのエビナットを撤去して、そこの穴を利用してドリルで穴を開けてます。で下が通ったら、今度は上側をですね、こうやって、これはもともと開いていた穴ね、これは結構でかい穴が開いてるんですね。7970のでかいつなぎ目が通る穴ですからね、まあ、ここから出してやれば、そのハンドル下のジャンクションまで届くっていうわけでございます。はい、そしたら今度は4つ穴ジャンクションをね仕込んでいくわけなんですね。この BB の上に見えてる穴はね、本来はここから上から来る線が出るわけですよ。つまりこれは7970対応のフレームだから、まあということは BB の中には穴開いてないと。でここも先ほど見した上側と同じように、ジャンクション4つ穴タイプにもですね、抜けないような加工をするんですね。とにかくこういうところが抜けちゃ困るわけよ。本当に全部チェックしなきゃいけないんで。でここにもこういう防音材を入れて、やって、抜けないようにタイラップでもうかしめてやって、
ギリギリ開けた BB の中の穴から押し込んでいくわけですね。はいはい、まあ なんとかね、なんとか入りました。まあなんつったってギリギリそう、あんまり大きくすぎる穴は良くないじゃない。まあだから入る穴で これが入んないと内装バッテリーとか、うん、外側スッキリの方にできないわけですよね。でダウンチューブから1本来て、それで、シートチューブ側にも 5.2 ミリの穴開けて配線が通るようにしているんで、あとシートチューブの中に内装バッテリーが入るっていう形になります。で今日はここまで下準備してものすごく忙しい急ぎの案件が入っちゃったんで、今日はタイムの話はここまでです。見てくれてありがとう。